はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第6弾パート6ね、やっていきましょう。で、今回もね、動詞を10個やっていきますので、まずこの状態でね、テストしたい方はぜひ止めてやってみてください。よし、じゃあ早速ね、丸1からやっていきましょう。で、まず1つ目、発音がセイです。まあ、サイって言いたくなりますけど、セイと言います。で、意味がセイで、イユですね、イユ。で、これは過去形過去分詞、形変わるんですが、両同じです。で、SA まで同じなんですけど、Y を I に変えて D がくっつきます。これで、said と言います。said。say, said, said。で、次が keep です。で、keep はね、一応今回保つって意味を書きます。あと、保存するとかもあるんですけど、で、ちょっとこれイメージを持ってほしくって、ある状態のまま保ってる感じです。だからそれをね、発生して保存するって使い方もするんですけど、まあ、状態を保つ感じ。いいかな。例えば、keep quiet とか言うと、quiet 静かにするみたいな感じなんだけど、で、静かな状態を保つ、だから静かにしなさいみたいな。そういう使い方をしたりします。keep ね。それが keep です。で、それの過去形過去分詞が、これも形同じで、これで kept と言います。kept。で、次が speak です。speak は話すです。よいしょ、話す。で、speak は過去形と過去分詞が形がね、変わっていて、まず一つ目、過去形が、こう、spoke と言います。spoke。で、過去分詞はこの spoke に n がくっついて、spoken と言います。speak, spoke, spoken。あの、前回の、丸2番だったかな。第5弾の丸2で、ブレイクってやったんですよ。壊すって意味の。それとすごく似てる変化です。ブレイクも、後ろが EAK で同じなんですよね。だから、後ろの変化が全く同じ。ちょっとよかったら見てみてください。で、次が、by です。by。で、これは、物を買うですね。by で買う。で、これ過去形過去分詞、形同じなんですけど、長くなります。by 3文字しかないんですけど、ou で発音しない gh が来て t、bought と言います。by bought bought。で、これも前回の、th の時に出てきたんですが、まあ、読まない、発音しない gh ってやつですね。これよく出てきます。これが by。で、次が think ですね。これで think って言って、これで思うです。これ多分下入るかな。あと、まあ、よく使うのが考える。私はこのように考えますとか、このように思いますって時に使うのが think です。自分よく思うの方で訳してしまうんですが、まあ、場合によってはね、考えるの方が合ってるところもあるので、まあ、両方ぜひ覚えておいてください。で、これも、gh 使います。think で、ou、間違った。ごめん。h を抜いてしまった。th で ou 発音しない gh が来て t です。これで thought と言います。thought。think, thought, thought です。で、次6番。あれで choose と言います。choose。で、choose は意味が選ぶです。何かを選ぶ。choose ね。で、過去形すごく覚えやすくって、o を1個取ってください。これで chose と言います。chose。で、過去分詞はその chose に n がくっつくだけ。chose ですね。これが choose。まずね、選ぶでございます。で、次、help です。help。で、これは日本語でも結構 help って、まあ、スポーツとかでもね、使ったりするときありますけど、まあ、主な意味は助けるです。助ける。で、場合によっては、こっちの方が合うことも多いので、まあよかったら、まあ似たようなことだけどね、手伝うって意味でも使います。例えば、I help my mother って言ったとき、I って私ね、私は、my mother は私のお母さん、お母さんを助けますってよりも、手伝いますのが合ってるじゃないですか。だから、そういったときに、まあ、使い分けてください。まあこれ、助けると手伝う。で、これは規則動詞。なので、help は、ed をつければ OK でございます。で、次、bring ですね。こうやって bring って言うんですけど、bring は持っ
ってくる。持つとかじゃなくて持ってくるんです。で、これは物であれば持ってくるだし、人で使うんだったら、一緒に書いておこうか。連れてくる。まあ、こういった使い方をします。で、ブリングもここの仲間です。GH を使うやつですね。ブリングが BR から始まってるので、BR。で、OUGHT です。これでブロートと言います。ブロート。ブリング、ブロート、ブロート。で、次、ショーですね。ショーもいろんな使い方しますけど、ひとまず、ちょっとね、文字が大きくなってた。見せる。見るじゃなくて見せるんです。相手にね。これは、ショー。で、ショーは過去、過去分詞がちょっと変わっていて、まず過去形。ED つけるだけなので、まあ、規則的な変化をするんですが、過去分詞が変わります。過去分詞は、もともとの、ショーに N をつけたショーンになります。これちょっと変わってる変化ね、ショーのね。で、ラスト、シェアですね、シェア。で、シェアは、一つ分けるです。で、一応ね、書いとこう。あともう一個は参考書とかに載ってますけど、共有するとか、一緒に使うみたいな意味もあるんですが、一つ分けるって覚えておくといいです。シェア。で、シェアは規則動詞なので、最後 E だからね、D つけるだけで OK でございます。といった感じで、今回はこの10個ね、やらせていただきました。これで、動詞40個終わったのかな？ちょっと待って、消しながら喋ろうか。で、もうちょっと、動詞ね、続けていこうと思います。ほんと個人的なね、まあ、考え方なんですけど、ひとまず英語は前置詞と動詞、まあ、前置詞はね、本当はもっと細かい使い方のルールを覚えなきゃいけないってところもあるんですけど、ひとまずこの2つを押さえておけば、ちょっと英語のね、苦手な子なんかの印象は変わると、よいしょ、思ってますので、まあ、思ってるし、実際にね、そういう子たちをたくさん見てきたので、ちょっとこっち変えちゃおうか。めっちゃ汗伏せてごめんね、ちょっと部屋がね、こう、クーラーとかの機能がないもんで、汗だくなってますけど、よいしょ。といった感じで、まあね、一応次回もまたね、動詞続けていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。